続いての話題です。3月16日宮崎市内で医学部軽音楽部と日本赤十字社とのコラボレーションによるライブイベントハートビートクラッシュ2010が開催されました。ハートビートクラッシュとは宮崎大学医学部の軽音楽部が毎年この時期に宮崎市内で開催しているライブイベントです。今年は日本赤十字社とのタイアップでの開催となり、会場となったライブハウスには血液や献血についてのパネルが貼られ、ライブイベントに訪れた若者に献血を呼びかけました。今日はまあ楽しんでいきますよ、はい、頑張りたいと思います。ライブの始めにはオープニングアクトとして木花キャンパスで活動中のチアダンス同好会デイジーガールズがチアダンスを披露して華やかな幕開けとなりました。これに続き軽音楽部の各バンドが熱のこもった演奏でイベントを盛り上げました。バンドメンバーは曲の間に献血の話題を中心としたトークを挟みながら5時間に及ぶイベントを繰り広げました。今回は本赤十字社とコラボさせてもらって、ちょっと私としてもね、興味としても初めてのことばっかりのハートビートクラッシュで、まさに僕のハートのビートもクラッシュしてるんですけども、なんかもう自分がというかこう何かできないかなと考えたんですね。それでなんかそうだと、献血個人的に好きだけどきっとみんなも好きになってくれるんじゃないかみたいな感じで、献血の赤十字さんにですね、ちょっと電話しまして今回のイベントに結びつくことができました。皆さんもですね、僕に献血好きになってぜひ毎日やってるみたいな言ってください。で、献血の良さを肌身で感じてください。元気だろ、僕が元気でしょ、何だいつでも君はそこにいるんだね。ハートビートクラッシュは毎年やってるんで、ここで興味持った方とかいらっしゃったらまた来年お越しください。来年お待ちしています。ゲームはまだまだ音楽祭など、たくさんのイベント抱えてるんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。ではこの春から医学部附属病院での臨床実習が始まっている医学科5年生に臨床実習の認定書を授与する式典が4月2日、清武キャンパス内で行われました。参加したのは、この春医学科5年に進学した学生全員。まず、宮崎大学医学部の迫田澄夫学部長から学生一人一人に認定書が手渡されました。認定書、浅見雄太郎殿、臨床実習適格認定に係る審査の結果、結核であると認定されたので、認定証を授与し、臨床実習生と称することを認め、平成22年4月2日、宮崎大学医学部長、迫田澄夫。続いて、学生の代表が臨床実習を始めるにあたって、宣誓を行いました。宣誓。私たち100人は今日この日を迎えられたことに感謝しています。夢で胸を膨らませ入学したあの日から早4年が経ちました。これまで決して楽な道のりではありませんでしたが、私たちが今ここにいられるのは私たちを支えてくれた家族や先生方、そして共に頑張ってきた仲間がいてくれたからです。これからの実習では臨床の現場で実際の医療に触れることとなり、新しい環境の中で時にはくじけそうになることもあるかもしれません。しかしそんな時こそ共に歩んできた仲間と支え合い協力して乗り越えていきます。そして患者さんから多くを学び、病のみならず人を見ることのできる医師になれるよう精一杯の努力をしていくことを誓います。皆さんはこの4年間、まあ長くてもいいでしょうけど、
4年間デスクワークとしての医学を学んでこられたと思います。で、今後は臨床の現場にいて医療スタッフあるいは患者さんの感情のあるあるいは血の通った現場での医学の勉強だと思います。ですからデスクワークで学んだことを臨床の現場で再確認しながら医学の知識あるいは医療者としての心構えそういうものを学んでいただきたいというふうに思います。病院での臨床実習が始まりますと皆さん方も立派なスチューデントフィジシャンです。病院には病気あるいはいろいろな悩みを持ってお見えになっている患者さんたちがたくさんいらっしゃいます。その患者さんたちから医学医療を学んでいくわけですけども、患者さんたちは皆さんをお医者さんの一人としてこれからは見ていきます。何よりも大切なのは患者さんに対するロイヤリティであります。患者さんへのロイヤリティをなくしては医学の勉強はありえません。の臨床実習が本当に充実した実りあるものになるように期待しています。今日はおめでとうございました。医学科5年生は卒業までの2年間実習生として医療現場での実習を積むことになります。